次に本田平直君、立憲民主党の本田平直です。まず文科大臣に質問をさせていただきたいと思います。2点です。あの今年去年の年末 NHK スペシャルを見ておりまして、あのちょっと私個人としてはショックを受けた出来事がありました。あの若手研究者の遭遇が非常に悪くて。 あの研究に非常勤の人が多いという問題、ずっと問題意識は持ってたんですが、今、日本国民というより全世界で、誰もがこれは重要だと思う、コロナの治療薬を研究をしていて、そして、世界からの論文の紹介数もまあもう世界有数、世界トップと NHK では報じられていました。鹿児島大学国立の 鹿児島大学のある先生の研究室、3人で研究をされていると、もう、もう、非常に厳しい条件の中で3名で、常勤の、えー、教授と助教と、そして、えー、もう1人、非常勤の方が、まあ、メインで研究されるわけですよね、実質としては。で、その方が今年の3月で処遇が切れてしまうと、まあ、こういうで、そのことが来年にならなきゃ分かんない。 という話を見ましたそれで大臣、ちょっと勘違いされたら困るんですけど私、こういう役立つ研究だけ頑張ってほしいというわけでは実はないんです。あのすぐ世の中に役立つかどうかは見えにくい、例えば文学であったり、歴史であったり、文系も含めてですけど、やっぱり安心して研究をしてもらうには、こういう若手の研究者の皆さん、30代、しっかり常勤で、来年自分の雇用がどうなるのかな、こんなことを心配しないで、 しっかり研究に打ち込んでもらうことこそ、僕は日本の国の力にもつながっていくんだと思ってます。ところがなんですね、そうは言っても、やはりこのコロナの治療薬を研究して、世界的に注目されている研究室の3名いるスタッフのうち1人が、非常勤で、今年の3月末に切れるかどうか分からなかったという状態なんですね。で、まあ、実は文科省に調べてもらいましたら、幸いなことにこの、 若手の研究者の方、まあ、土日は薬局でバイトをしながら、お子さんを育てながら研究されているそうですけど、この4月1日からも当然ですけど、研究をしていただけることになったそうです。しかし私、問題の根本はですね、今、日本の科学技術費、え皆さん、軍事費の話するときだけ中国と比べて大変心配をされますけど、ちょうど20年前から日本は科学技術に使っている予算4.4兆でほぼ横ばいです。 ところが中国は、当時、2000年当時は3兆ぐらい、日本よりかなり下だったものが、今では日本は4.4兆なのに、中国は28兆円科学技術予算を使っています。まあ、ここしっかりとやらないと、日本の科学技術、大変なことになっていくんじゃないかと私は心配をしてますで。特に国立大学は、萩生田大臣が資金を出せる運営費交付金、これ、 ききちんと増やしていいくべきではないかつまり、萩生田大臣たちの政権はです、ね、競争的資金といって、公募して、認めたところにはお金出す、これはある程度やってるんです、しかし、これは賛否両論ありますけど、まあ、これはこれで今日は置いときます。しかし、いつなくなるか分かんないんです。競争的資金は公募で落ちたら来なくなる。だから、スタッフを常勤にできない大きな原因の一つに、 そういういいい競争的資金を増やだけけを増やしててるることが問題になっているわけですきちんと運営費交付金をしっかりと横ばいではなくて、増やしていかない限り、こうした大事な研究をしている方、すぐには役立たないけれども、大切な研究をしている方、こういう30代が非常勤で来年どうなるかわからない暮らしを迫られている、これ、変えていくためにも、大学の運営費交付金、 しっかりと増額に向けて文科省取り組むべきではありませんか文部科学大臣萩生田光一君ご指摘ありがとうございます国立大学法人の運営費交付金につきましては平成27年度以降前年度同額程度を確保していますまた令和3年度予算における国立大学法人の運営費交付金は1兆790億円を計上しており対前年度 16億円の減になってますが、この減の要因は、令和2年度までの特殊要因、用地を一括で買ったものをですね、債務償還をしてきましたのは、これが終わりますので、その減でございますので、したがって令和3年度の予算においては、教育研究の充実を図るため、基幹運営費交付金を拡充したところであり、 教育研究活動に必要な経費については、対前年度増額を確保したところでございます。あの、先生ご指摘のとおりでございまして、若い研究者の皆さんが、やっぱりその来年自分がどうなるんだろうか、自分のポストはいつまであるんだろうか、こういう腰の落ち着かない中でですね、日本のさまざまな重要な研究をしていることは望ましいことではないという認識の下で、 今年度から創発的研究という形で、まあ、選ばれた研究なんですけれども、10年間、腰を据えて基礎研究に打ち込める環境を作りました、併せて、博士課程で,です、ね、研究をしながら学校にいる人たちが、今ご指摘のように、まあ、週末、アルバイトをしながら研究していると、あるいはです、ね、研究所にいるんだけれども、もう生活にもままならないと。 これではですね、日本の将来の研究が前に進まないということで、えー、お認めをいただいてですね、あの先日法律もお認めいただきましたけれども、3次補正含めて、あの一連の,あのファンド等々のお金を使いながらですね、あの少なくとも後期博士課程の皆さんが、 1>, あ1万5千人分、生活だけは心配しない、年間220万から260万円の資金提供をするという仕組みを、来年度からスタートさせていただくことにしました。ただ、いずれにしてもそれだけでは問題解決にならなくて、しっかりと人へ投資をしていくというのが、菅内閣の大きな方針だと私も思っておりますので、国立大学の運営費交付金につきましては、麻酔批判の増額ができるように、しっかり資金確保ができるように、引き続き努力をしてまいりたいと思っております。 本田平直君あの、まあ、ファンドとか別なメニューも全否定はしませんけれども、それだと安定しないんです、いつなくなるかわからない、いつ来るかわからない。だから、基本的な植木交付金をしっかりやっていただきたい、あの民主党政権で取り掛かり始めた35人学級、低少人数学級、第一歩を踏み出したものも、羽生田大臣のところでやっと元の路線に戻していただきました。ここうししたたととろにしっかりと光が当たる 政策をやっていいいたただきたいと思います頑張っていただきたい方のいもう1点、えー、今度はここに予算つけていいのかということをちょっと聞かせていただきます。今、えー、森さんの問題で女性差別が世界から注目されていますが、日本では数年前に、女子依大の入試、女子差別っていうとんでもない問題が明らかになりました。東京医科大学が中心で 私学助成金、ここは他の汚職事件などのも絡みで、まあ、1年間は100%カットという、これ、私、柴山当時の文科大臣にもお願いしましたけど厳しい処分をしていただきました。その後、ちょろちょろ出てきた大学も25、25%減、私は甘いと思いますが、一応やってる。ところが、最悪の大学が残ってるんですよ。来年度の今審議している予算、私学助成金3000億円。 このうちですね、聖マリアンナ医科大学、ここは結局、だら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 女子差別入試でこっそり女子の点数を下げてたことを認めてるんですか、これ、第三者委員会の調査も作って、第三者委員会は女子差別をしてたということを認定してますけど、対外的にこれ、聖マリアンナ医科大学は認めてますか。文科大臣萩生田光一君 ご指摘の聖マリアンナ医科大学の事案でございますけれども、平成30年度に明らかになった医学部の不正入試事案、これ、男女の比率があらかじめ、女子に不利な採用をしてた、合格発表してたということでございまして、いくつかの私立大学が対象になりました。それぞれぞの大学が第三者委員会などまああの すぐにカミングアウトした大学もありましたし、いやいや、そんなことはないと言いながら、第三者委員会を作って、まあ、その後にですね、えー、いや、実はやっぱりあのこういうことがあったということで、申し出た大学もありましたが、ご指摘の大学については、大学自らが設置した第三者委員会の報告の中では、明らかにそういうことがあったという報告があったにもかかわらず、まあ、理事の皆さんはそんなことはないんだということを言い張って、ですね、えー、文科省としては、 あの統計学の先生方にお願いをして調査をしました、そんな偶然が毎年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 ,毎年続くのかということを、改めて専門家の皆さんに、えー、調査していただいた結果、合理的な説明ができないということになりましたので、昨年10月に文部科学省として、不適切と見なさざるを得ないという整理をしたところでございます問題、本田平直君。文科省とは不適切,不適切と認めているが、大学がまだ、 認めてないなつまり、しらばっくれてるわけですよね、でこのしらばっくれて、まあ、認めた大学がいいってわけじゃないですけど、ひどいと思いますよ、やっぱりこの日本で行われたこの近年の事件の中でも、僕は一番怒ってますよ、こんな性別でこっそり、たまたま文科省の汚職があったから分かっただけで、あの汚職事件がなかったら、ずーっと女子差別されてるわけですよ、こんなひどい話の、でばれて認めた大学の減額の話ですけど、 知らばっくれてる大学に、今年はいくら出してるんですか、減額しているとい,って来年いくら出すすんですか文,文科大臣、萩生田光一君、えー。今年度ですね、大学への最終的な配分額については、3月中旬ごろに確定をしますが、令和元年,元年度の交付額が21億円です。 そしてでもすみません、通常21億円出してたものを、今年度は半一応50%減ということにしてますが、われわれの国税が、萩生田大臣ね、日本学術会議で10億、10億言うけど、この1大学にこんなね、女子差別をして、他の全部の大学認めてるのに、一つだけ知らばっくれてる大学に10億いく。そして来年度にも また私学助成金が流れると、私はね、文科省も困ってるわけでしょ、この認めない大学、しっかりと100%カットした例もあるんだから、こういうときこそしっかりと100%カットすべきじゃないですか、この50%カット、こんな甘い処分で、調べてく,れてくれてる大学を認めたら、こういう女子差別をしてもいいってことになる、メッセージになっちゃいますよ。ししっかかりと検討してもらえませんかこれ減額を 文科大臣萩生田光一君あの今、本田先生が声を荒げて、怒りを表しているような記者会見を私もやらせてもらいました。ただ、システム上ですね、私がこれ、けしからんから私学助成を止めろというのではなくて、私立大学の経常費補助金の具体の取り扱いについては、私立学校振興助成法に基づいて、私立学校振興共済事業団法に基づいて対応しておりまして、 同大学の令和2年度の取り扱いについても、このような法令に基づいて、昨年10月の日本私立学校振興・共済事業団の運営審議会において審議され、結論が出たところでございます。この運営審議会では、不正入試に関する類似の事案が50%減額であることを参考にしつつ、個別の事情として速やかに取るべき対応が取られたか、これ、取っておりません。入学に関する寄付金の受注などの禁止に反するかなどを踏まえ、議論がなされ、 最終的に50%減額という結論が出されたと聞いております。文科省としては、今回の審議会の結論を尊重するとともに、大学に対してもこの結論を重く受け止めていただきたいと考えているところでございます本田平直君、まあ私は納得がいきませんあの。認めて、きちんと認めても50%、われわれの税金、一度きちんと反省してもらうためには、 永久にとは言いませんよ、1年間の100%かとされた大学もあるんですから、私はそういう処分をもう一回検討していただきたいと思いますけど、残念ながらそういうお答えはいただきませんでした。あの森会長も本当におやめいただきたいと思いますけれども、こういう差別がこっそり行われ、ばれてもこの程度の処分で済み、認めてない大学にわれわれの税金が流れる、本当に納得がいきません。 ぜひ引き続きしっかり検討をしていただきたいと思います文科大臣お帰りになって結構です次に経産大臣になどにお伺いをいたしますあの今世間はコロナの問題が大変重要になっていてなかなか日本全国では大きなテーマになっていないんですが北海道ではもう新聞などでも毎日この記事が出ない日はないぐらい大きなテーマになっているのが高レベル放射性廃棄物 まあ核ごみと短く言ってますが、この核ごみの処分場をまあどこに作るか、実を言うと、これは正直に言うと、私は原発ゼロ派ですが、大臣のように原発を推進しようが、ゼロにしようと思ってようが、もう出ちゃったごみをどうするかっていうのは、大変しっかり考えなきゃいけない課題ではあるんですが、このごみの処分場を北海道に作ろうという研究が、調査をあのたまたま私の選挙区で2カ所なんですけどね。 二町村、始まっています、20億出すよと、調査に応じるだけだったら、どんな町や村でも、活断層が走っていようが火山に近かろうが、20億円出すよって、またこの仕組みも、こんな仕組みでよかったのかなと思いますが、とりあえず手を挙げてしまいました。地元では大きな議論、賛否両論が当然ありますし、周辺自治体もお金は来ないし、そんなものは来るしっていうんで、大変な騒ぎになっているわけです。私はは北海道という自治体は、まあ 先んじて条例を作ってまして、核ごみの処分場は作らせないという条例を作ってるんで、まあ、この条例に基づいてまして、北海道は農業や農林水産業、観光業というブランドもね、大変大事な産業を抱えているので、まあ、この地域にこうしたものを作らせることには反対という立場で、今後とも長い議論をしっかり大臣としていきたいと思いますので、そのきょうは第1弾として聞きたいと思います。 この危険だ危険だと言われている高レベル放射性廃棄物っていうのは、出たばかりのガラス固化体の時ときっていうのは、どれぐらい危ないものなんですか委員長経産大臣梶山博君あの使用済み燃料の再処理の過程で発生します放射性廃棄物の濃度が高い廃液をガラスで固化しました、いわゆる今委員がおっしゃったガラス固化体は、製造直後、仮に真横に人間が立てば、 まあ20秒ほどで生命に影響を及ぼすほどの高い線量が出るものであります。ただし、実際には人間が横に立つことは想定をされず、厚さ約1.5メートルのコンクリートで遮蔽をすれば、その外側に人間が立ち入ることも可能なレベルまで線量が下がるものと承知をしております。まあ、実際に青森県の6ヶ所村では、厚さ2メートルのコンクリートで遮蔽することで、ガラス固化体を25年以上にわたり安全に所蔵している実績があるものと認識をしております。 ただ、およそ20秒で命を失うもの、これが大体、自然界に存在する放射性物質と同様の安全性に下がるまではどれぐらいの期間がかかりますか、はい、委員長経産大臣、梶山博行君あの。ガラス固化体の放射性を示す単位であります、ベクレルで言えば 1000、まあ、年程度の間に99%以上低減をし、その後、天然ウラン並みに下がるまで、まあ、地下に分布している天然ウランという前提で、まあ、平均的なものでありますけれども、数万年以上かかるものと承知をしております。したがって、長期にわたり人間の生活環境に影響を及ぼさないように、地下深く閉じ込めて隔離しておくことが必要と認識しております。 本田平野君まあ今、数万年とおっしゃいましたけれども、皆さんの説明で10万年という対応を使うこともありますよね、よろしいですか、それは。委員長経産大臣、梶山博一君。10万年を使っている場合もありますし、われわれは数万年という言い方で言わせていただいております本田平直君。あの私も調べたんですけど、一応確認します、10万年前の日本というのはどんな状況でしたか委員長経産大臣、梶山博一君。 10万年前の日本は地上は旧石器時代ということでありますけれども、地下のプレートの動きは数百万年前からほとんど変化がなく、プレートの動きに関係する活断層や火山活動などの現象は、今後10万年程度であれば、現在の傾向が継続する可能性が高いと、国の審議会などで学会から推薦を受けた専門家等が評価をしているものと承知しております。 あの数万年以上を要する地層処分の安全性につきましては、活断層や火山活動などの安全性に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因を抽出をし,しまして、立地で避けるべき場所は避ける、工学的設計による対応を行った上えで、厳しい想定を置いたシミュレーションを繰り返す,繰り返すことにより、安全性を確保する方針であります。まあ、これは国際的に共通した地層処分のの安全性評価の あありり方方でで考え方であると承知をしておりますあの日本のみならず、他の国も使用済み燃料をたくさん持っているわけでありまして、これらについては国際標準、IAEA も含めた評価も含めて、こういう技術指針があるということで、引き続き地層処分の安全性が確保されるように取り組みを進めてまいりたいと考えております問題、平直君。すみません、あの10万年前というのは、日本は大陸とつながってたというふうに私、昨日調べて出てたんですけど、いかがですか。あの 日本は大陸とつながってたような時代なんじゃないんですか経産大臣、梶山宏君あの。10万年前の旧石器時代は、地下のプレートの動きは100万年前からほとんど変化がないということで、私どもはちょっと調べた形で出ております本田平直君。ちょっと確認をしていただけますか。 本田委員がレクを受けて、答弁をあの要用してきましたけれども本田、本田委員との見解が異なるものであれば、これは調べさせていただきます本田平直君、まあ。いずれにしてもです、ね、そういう時代なんですよ、そういうところですから、今、大臣、ルルおっしゃいましたけど、安全性に不安を抱くの当然ですよね、今、目に見える原子力発電所でさえ、まあ、ああいう事故が起こって、皆さん不安なわけで、これが。 10万年単位で安全性がわからない、でまあ、海外の例もおっしゃいましたけど、海外もいろいろ悩みながら工夫してるんですが、まず決定的に日本は、全国が火山地帯、地震地帯であるっていうね、根本的な違い、認識して進めるっていう必要はあるんじゃないですか経産大臣、梶山宏君。そういうことも認識した上で、科学的特性マップにおいて、適地というものを、まあ、大体日本の国土の3割という面積でありますけれども、それを出させていただいております。 本田平直君日本の原子力行政というのは、我々も反省あるんですよ、福島第一の事故の前のことについては。しかし、あの後大きく反省をして、それなりに変えてきてるわけなんですね。で、勝手にね、敵地マップとか経産省が作っちゃだめなんですよ。きちんと第三者の独立した規制組織が、どういうところは安全かってやらなきゃ、私はいけないと思ってるんですが、実はこの処分についての法律を作ったときに、 きちんと安全規制作る、別法で作るってなってるんですけど、これは原子力規制委員会で作るっていうことでいいんですか、経産省経産大臣、梶山宏君。 あの現在、その文献調査を始まろうとしているところでありますけれども、文献調査の後に概要調査、精密調査ということになります、その上で、えー、適地をそのと概要調査、精密調査の中で決めていくという中で、まあ、それらに対する安全性というのは、そこで原子力安全委員会にさまざまな資料を提出をした上で規制が作られるものと承知しております本田平直君、副委員長、今日私はあの。ごめんなさい。 あの原子力委員会でも何度も質疑をさせていただいて、日本の役所の中では、しっかり頑張っていただかなきゃいけない、本当に役所だと思ってます、これ、今、当然、原発には安全基準があるわけですけど、この高レベル、10万年の放射性廃棄物の処分場には安全基準、作られてますか。原子力規制委員会委員員会長 福田豊志君お答えをいたしますあのお尋ねの高レベル放射性廃棄物の処分に関して、現時点において規制基準に相当するものはございません本田平直君。どういう基準もないかなのに、場所探し始めるということは正しいですか、どちらからでもいいですけお答えください。委員長 経済産業大臣梶山博史君先ほど申しましたように、今、文献調査が始まるということで、文献調査は次の、例えば概要調査に行く場合には、自治体の意思を確認をするということでありまして、文献調査はあくまでも、 物理的なことをやるということではなくて、過去にある、これまでにある文献調査で、皆さんにご理解を深めていく調査だと思っております。その上で、概要調査に進み、精密調査に進むような場合、場合によっては、その別なところ、いろいろあると思いますけれども、概要調査で特定のところが決まりそうなときに、まあ、その地域の特性を見たり、また施設等についても、原子力規制委員会において、規制がされるものだと思っております。 本田平直君私、今ね、梶山大臣に宛てたことを後悔してるんですけど、安全の話を経産産業大臣に聞いてきたから、福島の事故につながっちゃったんです、残念ながら。推進をする側が安全の話もする、だから本当は安全の話は梶山大臣じゃなくて、委員長に聞かないといけない、委員長ね、今ないって言うけど、これ、順次作るって言いますけど、だん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 ,だん絞られてから基準作ると、疑わしくなるんですよ。 分かりますよね、そこに合わせたんじゃないかと何にもなくたって反対運動起こるんですよ、だん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 ,だん絞った後に一順作ったら、そこに合わせて作ったんじゃないかって疑念が生じるんですよ、だから早めに作っていただきたいと思うんですけどいかがですか原子力規制委員会委員長、更田豊志君。 お答えをいたします。あの先生のご懸念については、原子力規制委員会も意識しているところでありますで。この高レベル放射性廃棄物の処分につきましては、これはご承知のことと思いますけれども、平成27年5月に閣議決定された特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針において、 将来の安全規制の具体的な審査等に予断を与えないとの大前提の下で、概要調査地区等の選定時に安全確保上、少なくとも考慮されるべき事項を順次示すことが適当とされております。あの原子力規制委員会としましては、この基本方針にのっとって、この少なくとも安全確保上、必要とされる事項については、順次示していきたいというふうに考えております。ですから、例えば避けるべき断層であるとか、 そういった必要なものは、これは必要条件として公開にしていきたいと思っています。一方で、設備の具体的な設計等に関しましては、まだこれは定まっておりませんので、そういった構造であるとか、設備の設計に関する強化基準というのは、現時点で定められるものではないというふうに考えております本田平直君。まあ一歩、いい答弁をいただきましたけれども、私は順次ではなくて、 閣議決定は順次ですけれども、早い方が、当然、その疑念を招かないわけですよ、そんな基準、だんだん絞られてから基準を作るんじゃなくて、早く基準を作ってくれないと、私は心配だし、当然、来年この文献調査が終わって、概要調査に進むことは私は反対ですけど、まあ、万が一、しっかり基準は作るということを今、答弁いただいたと思います。まあ、この2箇所はですね、大臣ももうご存じだと思いますが、火山には近いわ、活断層は走ってるわ。 まあどう考えても適地じゃないので、まあ、その段階でしっかりと外していただきたいと思いますけれども、これから長い議論をしっかりしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お二人はこれで結構です。ありがとうございました。さて、次に安全保障の課題について質問をさせていただきます。防衛大臣、あのですね、いろいろテーマあるんですが、私、2年前に、もう3年前になっちゃうんですかね。 この予算委員会で初めてぐらいのときに質問させていただいたときに、自衛官の待遇がひどいんじゃないかと、なんとトイレットペーパーが足りなくて、ロッカーに自分のマイトイレットペーパーを保管をして、その都度取り出していくと、どんな困ってる役所でもこんなことないじゃないかということを岩屋大臣に言って、それは私も聞いてると、すぐ直すと。わわざわざ大変自衛隊に 自衛隊にお優しい安倍総理もですね、当時、すぐやると言ったんですよ、でまたいろんな陸地の駐屯地行って、まあ、本田さんのおかげでっていう声も言っていただいたんですが、これ、解決したんですか。防衛大臣岸信夫君先生かかららは平成30年年、えー、今からもう3年前 でございますがあのご指摘がございました、大変ご心配をいただいた件でございますが、えー、このトイレットペーパーを含む日用品等の所要の量の確保、確実な確保について、まあ、これあの、自衛隊員は常に敷居高く、ですね、えー、任務に専念していただかないと困ります、まあ、そのための、まあ、基礎的なことでもあります、重要な課題であると認識をしているということです、えー。トイレットペーパーを含む、まあ、日用品、まあ、トイレットペーパーだけではないですけれども、 日用品の等の隊員に確実に行き渡るように、さまざまな取り組みを進めているところでございます。具体的には中規模においても、日用品等の所要数の確実な確保を優先事項と位置づけた上で、所要数を充足する予算を確保し、定期的に状況を把握するといった取り組みを、鋭意実施をしております。 その結果あの自、自費の購入等はほぼなくなりつつあるということでございますが、まだちょっとほぼということで、一部残っているところはあります。あの海上自衛隊、航空自衛隊はあのトイレペーパーの自費購入は確認をされておりません。えー、陸上自衛隊において、えー、同じ調査結果で、えー、これは令和2年度の上半期の調査結果ですけれども、えー 自費購入が確認されたのが、部隊数の1.4%、1.4%の部隊で、まだ一部当初より、自費購入が確認されたということですけれども、当初よりも減少し、今、ほぼなくなりつつあるという状況でございます本田平直君。もう2年も前に質問をして、大臣も総理も直すって言ったことが、 私はできていると思って聞いたら、昨日びっくりして質問してるんです、その、そんなね、空自と開地はできているけど、陸自はできてないって、本当、そういうかわいそうなこと言うのやめてくださいよ、日々災害派遣で頑張ってる陸上自衛隊の諸君に、その1.7%の人にわざわざ自費でトイレットペーパー買うの、いつにやめさせてくれるんですか防衛大臣、岸信夫君。 あの私も聞いてちょっとびっくりしたところです。まあ、1.4%ということでございますが、いずれにしてもあの、この原因についてですね、まあ、そもそも組織、まあ、規模が大きいということもありますけれども、必要な日用品を部隊等に配分するのに時間が要したということで、があったためではないかと分析をしているところです。調達方法の改善、およびそれに関する、 政策等の周知徹底を含め、自費購入が早急に解消されるよう努めてまいりたいと思います本田平直君まあこれから順次やりますけど、何千億というね、イージスアシャー後継策は、総額も分かんないまま、どん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 膨らましながら、この1.7%って、何万人もいるんですからね、自衛官。 こんな人たちにそんな思いをし続けさせてる政権だということは、しっかり指摘をさせていただきたいと思います。あのあまりここ、長くやりたくないんですけど、もう一点あの、当時、同じ日に質問した、陸上自衛隊の駐屯地に自家発がなくてあの、私の地元の胆振東部で地震があったときに、1日停電してたっていう話がありました、これもまだ解決できてないんですよね。防衛大臣岸信夫君 あのこれはです、ね、平成30年の12月14日に閣議決定されました、えー、防災・減災、国土強靭化のための 3, 年、えー、3か年緊急対策を踏まえまして、防衛省自衛隊としてもああめて、あらゆる災害への対処に万全を期すべくす、えー、平成30年度から3年間で集中的に対策を実施することといたしました。 令和2年度末までに、自家発電機、未設置だった施設すべてに設置をされる予定であります本田平野君。今日時点では、3月末になるわけですよね、今日時点ではまだあのとき指摘したのに、災害で出動しなきゃいけない自衛官が停電して、真っ暗な中、手探りで出動するっていうね、何が国土強靭化なんですか、やることをちゃんとやってくださいよ。 イージスアショア後継策の前にということをしっかりと指摘していきたいと思います。一点、あの国土交通大臣、お待たせをしました。もう一つ、今尖閣、大変厳しい状況になってます。まあ、ただね、私危惧するのは、これ党内でもいろんな議論あると思いますけど、こういう時に勇ましい話だけ出てくるんですけど。基本的に頑張っているところに、しっかり予算つけなきゃだめだと思ってるんです。あの国土交通省の海上保安庁。 これね大変厳しい状況で頑張ってていいですか、自衛隊ですらこんなことなんですよ、今、急激に人増やして、どんな宿舎に住んでるか、私も一度、石垣島にもね、視察行かなきゃいけないと思ってますよ、この今回、私たちに提示しているこの予算で、海上保安庁の予算、足りてるんですか国土交通大臣、赤羽和義君、まずあの海上保安庁へのエール、 心が感謝申し上げたいいと思いますまず、海上保安体制の強化につきまして、ちょっとこれまでの経緯、お答えさせていただきたいと思います、よろしいでしょうか。あのまあ、民主党政権下の平成24年9月に尖閣の3つの島、国有化されて以降です、ね、この尖閣諸島周辺海域での中国海警局に所属する船舶等による活動が活発したことを受けて、えー、平成24年度からまあ27年度までかかりましたが、大型巡視船 10隻の増強による、まあ、いわゆる尖閣領海警備、専従体制を構築させていただきました、まあこの。これに加えまして、平成26年度から28年度にかけまして、えー、尖閣諸島周辺の、まあ、外国漁船への対応をするために、あの規制能力を強化した巡正を9隻追加して増強しているところでございます。またあのさらなる強化が必要だとということで 平成28年の12月に関係閣僚会議において決定しました、あの海上保安体制強化に関する方針、この方針に基づきまして、今、大型巡視船の整備を計画的に進めているところであり、これまで13隻の増強に着手しているということでございます。まあ、こうしたことで、当初の予算の規模につきましても、あの令和3年度に計上している2226億円、これはあの、 平成24年度から比べますと49、494億円増加させていただいておりまして、今回の第3次補正予算でも345億円の措置がされたところでございます。加えてあの予算だけではなくて、職員の数につきましても、平成28年に緊急の増員がなされまして、平成28年は1万3626名でございましたが、これから毎年、順増を続けていただいておりまして、今、令和3年度の定員は、増員385名。 計 14, 名ととなっているところでございますあのこうしたハードとか人員は、あのこの平成28年から特にです、ね、しっかり政府としてあの強化していただいていると思いますが、今、委員ご指摘のように、まあ、そういう意味でソフト面、ねまあ、設備も古いものも多いものですから、まあ、いっぺんにどうしても変えることはできないので、まあ、今、多分愛情あふれるエールだと思いますが、国の領海警備のために、命懸けで戦っている、 海上場安長の職員があの本当に誇りを持って仕事ができるようなあのファシリティの面もしっかりと強化していきたいと、こう考えております本田平直君ぜひですねあの、そういうところに配慮をして、今年度の予算もそうなんですけど、来年度の予算に向けても作業をしていただきたいということを強く申し上げたいと思います。お帰りりなってて結構ですありがとうううございいましたさて、えーそのですね、こういう 既存的なところはぶっ飛ばして、まあ何千億の計画が着々と進んでいるという話に移りたいと思います。昨日、共産党の国田議員も、そもそもアショアのときのレーダーの選び方、スパイ6、スパイ7の選び方自体、いろいろ問題あるんじゃないかという素晴らしい調査に基づく質問を聞かせていただきました。ご本人の同意も得て、私もあの少し、 後追いいいの質問をさせてたただきたいと思いますしかしその前にちょっと自民党の皆さんにも聞いていただきたいんですけど、これなんか、われわれ立憲とか、共産党とかあの、野党が文句言ってる話だけではないんですよね、大臣ご存じのとおり、まあ、自民党の国防議連というところの皆さん、それから自衛官出身の参議院議員の方、 それからまあ自民、うちの党から自民党に行かれた非常に防衛に詳しい方とかですね、あのいろんな方が、このレーダーの選び方、本当にこれでいいのかと、一回スパイ7をキャンセルしても、スパイ6を船に乗っけてるアメリカの方式をやった方が安くて、ちょっとレーダーの性能が、まあ、ちょっともしかしたら、 防衛省の言っていることを信じたとしても、ちょっとレーダーの性能、いろいろあるかもしれないけど、まあ長い目で見たら、いろいろあるから、これにした方がいいんじゃないかというか、すごく強い声が、もうその参議院議員の方の,ブロあのツイッターとか、すごいですよ、何回も書いてて、委員会質問も読みましたけど、それからそれだけじゃなくて、議連でもしっかり大臣に提言書が出てます。これ、どう読んでも今の案がいいと言ってると、私には読めません。気使って与党だから ですからぜひ自民党の皆さんも、この問題、野党がケチつけてると言わずに、しっかりともう一回議論してほしいんです。で、まず、国田さんの質問をちょっとだけ後追いをさせていただきたいんですが、昨日ですね、防衛省と当時、レーダーを選ぶとき、529回あってるということが明らかになりましたけど、これ、内訳、どの部署が何回ずつあったかというのは、お調べいただけましたか。 防衛大臣岸信夫君えっとですね私が答弁いたしました社説広告延べ529回でございますが。 あのそこに重複した数がございます。それを省きますと、423回ということでございます。複数の期間にまたがる接触が41回、単一の期間での接触は382回ということでございます。それで、この内訳ですけれどもあの、これは529のベースでの内訳ですけれども、内局が151回。 統合幕僚幹部が23回、陸上自衛隊が259回、海上自衛隊が16回、航空自衛隊38回、情報本部9回、防衛装備庁が33回ということでございます本田平直君。まず、会ったこちら側はそういうことですね、で相手側なんですよね、つまりこれ、出来レースじゃないかって疑惑を感じたわけです、私も昨日国田議員のに聞いて、つまりまあ、 スパイ6を提案しているのはミサイル防衛庁で、スパイ7を提案しているのはミサイル防衛庁とロッキード・マーティン、これ、相手側にロッキード・マーティンの名前ばっかりが初期から出てたら、多く出てたら、出来レースだったんじゃないかなっていう疑いになるんで、まあ、私には、国田さんに言った黒塗りの書類、私も見ました、真っ黒塗りです。ですので、大臣に代わりに昨日の夜、見ていただきましたどうでした。 防衛大臣じゃなかったですか？自身の部軍。あの維持者所の構成品あまずあのそういうことで私自身もあの確認をして。しえあのあの職員からも説明を受けたところではあります。あのまず維持者所の構成品の選定に関して防衛省のどのような職員がどのような相手と。 どのような時期にどのような理由により接触したかを公表することは、今後の機種選定業務を適正に行う観点から、また国の安全を害することにつながる恐れがあることから、接触の内容の公表を差し控えることにつきましては、あ昨日もお答えをしたとおりなんですけれども、あのえーまあ、いろいろな方との接触というのは当然あるわけですね。 そのことでございますから、特定の、特定の医者に偏っているということではなくてあの、多くの企業、あるいは個人、こういった方との面会の接触のレコードというものが記録されて,いておるところでございます。えっとまあ、本件ですね、事業期間中の業界関係者との接触については、特定のものに偏ったもの、 となななってはいないかなど不,審な不自然な点については、私も確認をいたしました。<何>その結果、選定業務に従事している職員が特定のものと頻繁に接触をしているといった不自然な兆候というものは見られなかったということでございます。<何>えー、選定事務が公平かつ公正に行われたものと考えております本田平野君、ま君、大臣は。 しっかり確認をして、ロッキードだけに偏った面会記録ではなかったというふうにお答弁になりましたけど、いずれ明らかになってくると思いますから、しっかりと追及を続けたいと思いますわざわざアメリカミサイル防衛庁長官が来日をして、西田整備計画局長との面談をして、ロッキード・マーティンを証拠に押していったと、この面談自体は、ずっと、きのう明らかになったわけですけど、これまで聞かれれば公表してた面談なんですか、それとも。 秘密にしてた面談なんですか防衛大臣岸、岸信夫君。ミサイル防衛庁の長官との面談について、2018年のレーダー等の。 構の成品の選定の結果を公表するのが7月30日ですけれども、その直前になります、23日、えー、グリーブス MDA の長官、当時のですね、が来日をして、当方の整備計画局長らと、事務方の面々と面会をしました、日米の弾道ミサイル防衛にかかる意見交換を実施をしたところであります。 この面会については、事、ま、務、あ、的なものであって、当時公表をしておりません。えー、ということでございます本田平直君。このとき、このミサイル防衛庁の長官が、スパイセブンの方を使えと圧力をかけたと証言をしている OB の方がいらっしゃると、昨日国田さんの質問でありました。でそのことを、当時の山本智弘副大臣も裏付けているという、まあ、その証言がありました。 あの聞き取りをしていただいていますが、当時の副大臣はどうお答えですか防衛大臣、岸信夫君。ま,あのまず、MDA とはです、ね、平素からさまざまな意見交換を行っております、緊密に連携を取っているところでございます。実,実務的なやり取りについては、常に公表しているものではございません。えー、まあその上で MDN の MD N 長官から何か働きかけがあったかということでございますけれども、えー、そのような、あまあ、当時からですねスパイセブンを採用するよう働きかけたというような事実はないです。副大臣の件、うん、大臣、副大臣、政務官、いずれもですね、MDN の長官とはあ面会をしておりませんし、あの副大臣とも、 直接確認をしましたけれども、そのようなあの働きかけが、は受けていないということでございます、まあ、そのことをあ,のあったというような発言もしていないということでございます。君時間きましたので終わりますが、農水大臣、すみません、今日は質問できませんでしたけれども、私はこの間の質問、大変、のとき、大変あなたの姿勢に怒りました。あのこの予算には経経営安定 対策50億円が入ってます。あなた、何か調査の時期を明言しませんけど、逆の立場になってください。大企業だけ有利な仕組みを、あの大臣のもとでやられて、勝手に内部で検証するのいいですけど、それが出ない限り、あなた予算に賛成とか反対とかできますか ?50 億円ですよ。だからあの時期の答弁、全くおかしいので、しっかり予算、衆議院の予算審議内に出してください。お願いしますよ。 農林水産大臣、野上幸太郎君あの第三者委員会で今、しっかりと養鶏鶏卵行政の公正性について、えー、検証いただいているところでありますあの。迅速に行うことは当然であるというふうに思いますが、しかし一方で、拙速になってはいけない、しっかりとした調査がやらなきゃいけないと思っておりますので、あの時期については予断することはできないというふうに思っております。はい まあ出さなきゃ私は予算の賛成か反対かできない、あの予算50億円、正当かどうか分からないということを申し上げて質問を終わりますこれにて、本田君の質疑は終了いたしました。次に